困らないのよ、着物ってどこに行ってもいいから。やっぱいい日本の文化だから、私は着るのはすごくいいことだと思う。桃子さん何係ゲットのチャンスかもしれなくて急に来てくれたんですか。そうですそうです。わあ、すごいじゃないですか。基本的に暇があれば来てくれる。おお、最高ですね。すごい忙しいよ。そうだって言ってましたね。うん、忙しくて、いつも健康の心配ばっかりしてるんですけど。そうだ。それだけ。年間の暇の暇で。マルヒンさんはホステスはその場にいちゃいけない。まあそうですね。葵さんの時もそうだ。どっちになるか分かんない。あとで教えて。決まったら戻ってきた時に。まあ言うって。させていただいて、はい、今日から係を あ, ありがとうございます。嬉しいです。よろしくお願いします。末永くお願いします。嬉しい。初めての係。そうですよね。大好き。嬉しい。ありがとうございます。このままアフター行ってまいります。嬉しいです。何をおっしゃいます。よろしくお願いします。遊び嬉しい。ありがとうありがとうございます。桃子さん早くないですか。かかりになるの。でもずっと桃子さんで来て待ってたからね。あ、いや、その入店してから早いですね。あ、そういうことですね、うん。てかね、こんなに多分新規が多いお店は少ないから、ゆっくりでいった。だから彼女のお取り組みの結果だ。もうさ、新人の頃は、うん、新規のお客さんはあまり来なかった。来ないお店の場合は。でここ入っても基本的に名前ママのヘルプとして入ってるから。初めて係に慣れたのってどれぐらいかかったんですか。え、初めての係よ。え、結構かかって次のお店に移ってからだから、あの、やっぱ1、2年とかじゃない。そんなにかかるんですか。かかったし、本当に初めのお店とか全然新人とかいなかったから嬉しかった。嬉しいよね、それはね。新人って掴むことって普通は不可能なんだよっぽど、例えばお店のお客様とか社長とかのお客様だったのを、まあ、頑張ってるからどのこと本当にしてよってお客様が言うか、まあ、社長なりママとかが抱えくださらなければならないから。で、新しくこの今月から始まったそのご新規さん、違うキャンペーンがあるんだけど、月間だけやってる。そうそうそう、それだとね、ちょっと来やすいかもしれないね。今までは結局ほら普通には金額だったから、そのちょっと試して1回入れたいけどちょっと高いからいけないなとかだったけど、で5万円で飲めるアウトちょっと気軽になるじゃん、怖くないじゃんって来て、あ、こんなもんなんだって分かればまた来てくださるかもしれないし、結局1回もなんか銀座のクラブに飲まれてない方ってすごく高いイメージがあるみたいなのね。実はキャバクラとかの方がね高くいっちゃってたりするんだけど、イメージの問題で昔って結局入れなかったから。でもまたそれこそ、うん、キャバクラみたいってもう言われるよ。もう言われてるよ。もうとっくに言われてるよ。
もういいやって感じします。そこ。いやもうだからそこはもう長いスタイルで。行こうってね。副社長。もうね、うちはまた新しい試みやったらキャバクラって言われるじゃないか。もう、はい、もう長いスタイルで。長いスタイルですか。相手知らないです。でもいいこともあるからね。だからそうやって新しい女の子たちがでも3年も4年もいなきゃお客様できないっていうわけじゃないじゃん。つかめるかどうかは自分次第。あとは自分が気合い入れて頑張る。え、お客さんのリクエストは？あ、違います。私から着物でどうですかっていう感じで。着物着たかったんですか？そうですね、やっぱり着物で同伴をしたいなって思ってて。あ、もしかしてホステスになって初めてですか？そうですね、初めての係の方と初めての着物で同伴。種類には合わせと一重と夏物っていうのがあるんですけど、季節によって着物違うので、2月なので一重という着物で、一重っていうことは1枚仕立て、これが1枚で、合わせはこの表面のと裏地があって2枚になってます。あったかい、はい。ドレスと着物とこちらにも始めることにしました。もうちょっと名前の方は安くなるかもしれないです。着物に関しては結構下げました。着物の借り放題を12万円でやってて、で提携店は2割引きだったんですけど、今回ママが名前の女性たちに着物もっと着てほしいということで、7円の方限定で5万円のプランを作りました。それ1ヶ月1ヶ月、じゃあ毎日着物着ても OK ってことですね、うん、やっぱり着てほしいんですよ。美里も絶対そう、私もそう、着てほしいんですよ。だって銀座っぽいじゃないですか。一番日本のこの伝統を守りたいじゃないですか。だから来てほしいです。サブスク入ったら安いみたいですよ。あ、今サブスクに入りました。あ、サブスク入った、はい、サブスク入りました。月5万ぐらいの。あ、そうです。じゃあ毎日着れるじゃないですか。そうですね、毎日着て。毎日着るの？毎日着ようと思ってます。おお、よかったですね、コンさん。はい、ご契約いただけました、今日。第1号で。第1号なんですか、私。営業終わったらどうするんですか、この着物。ここに脱ぎに来る感じですよね。そうですね。終わって、脱いで、ここでレンタルも全部返して、お洋服に着替えして帰られる。
アフター行っちゃうとあれじゃないですか、時間遅いけど、はい、ああ、なるほど。どうしますわかりました、はい、その時はその時で、あ、そうです、ね、その時で、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりすぎて全然歩きづらい。私何センチ？ 22 です。 22? ちょっと待ってください。それは歩きづらいわ。行ってよかったです。勝手に用意して。いやいやいや、セラコさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね、着物を着れると。銀座歩いてますよ、着物が。嬉しいですね。ちょっと視線を感じるかもしれないですよね、歩いたら。みそさん、おはようございます。ももこさん、着物デビューです。いいじゃない。みそさんも、ね、毎日着物だし、うん、着物推進派じゃないですか。うん、困らないのよ、着物って。どこに行ってもいいから清掃じゃん、はい、だから高級なレストランに行こうが、どこに行こうが、ちゃんとしてるものだから。しでもちゃんとやっぱしてるのってお客様もすごい褒めてくれると思う。うん、そうですか。じゃあ葵だって着物着てたらいいって言われるでしょ。で、桃子だって着物がすごく似合うし、どんどんどんそのやっぱいい日本の文化だから、私は着るのはすごくいいことだと思う。ありがとうございます。ちょっとなんか色っぽさが出ましたね、はい、後ろがね。確かにね、ありがとうございます。そろそろ行きましょうか。はい、みのりさんと合流していきます。みのりさん、みのりさんと、あれ言いませんでしたっけ、みのりさんも同伴。あ、そ、お二方いらっしゃるので、はい、みのりさんをお誘いして一緒に同伴に。ああ、人数合わせ的な。あ、そうですね。美容室か。あ、ちょうど出てくるかもしれないです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。じゃあ行きましょうか。うわー、素敵。ママじゃない、ママじゃない。まずいまずい。いいですね、歩き方。え、そんなことないです。すごいですね。これから何食べるんですか。これから中華。中華。高級中華。高級中華と高級中華。そうですね。どのあたりだった。あ、そうですね。あ、そろそろ曲がる感じ。ここ。リポンのとこ。あれ、しっさ。こんばんは。待ってらっしゃった。こんばんは。よろしくお願いします。どうですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日。あ、全然大丈夫です。お店の前のママのお店でもらいました。前日から選んで。あ、これですね。若い子が着物を着てくれるっていうのは嬉しい。嬉しい。いいことです。ちゃんとするのはいいことですね。もっとね、今着ないからどんどん着てね。てかそのサブスクとかでね、ママがそうしてくださるとすごくいいことだと。で、お金貯めたら自分の着物着れる。
さんって自分の着物なんですか？全部そうです。めちゃくちゃ高いですよね、うん、知らないけど言わないけど、まだ言わないけどすぐ金の話する